はい、皆さんこんにちは。今日紹介するのはこちら、観葉植物の置き場所ということで、今日は植物の光の当て方について紹介していきたいと思います。はい。でね、今、まあ、ちょっとね、用意させていただいたんですけれども、うちの娘っ子がですね、場所を取っていますので、こんな感じの配置になっております。で、まあ、観葉植物のね、置き場所についてのお話なんですけれども、本来は置き場所に合わせて観葉植物を選びます。例えば、こんな場所に植物を置いたらおしゃれになるよねっていう風に考えたら、そこの場所の日当たりとかを考慮した上で、育ちやすい植物って選ぶと思います。ただ今回はインテリアとしての植物っていうよりは、純粋に植物を育てることを楽しみたい人向けなので、植物に合わせてこういう場所に置いてくださいっていうような形でやっていきます。なので、まあ、泥臭くインテリア性の欠片もないものを紹介してしまうんですけれども、興味がある方はぜひ最後までご覧になってみてください。で、まずは植物の置き場所。よく言われるのは日当たりのいい場所。それがこんな感じです。あくまでも室内栽培をベースに今回はお話しさせていただきます。なので、ベランダとか、あとお庭とかでね、植物育てる場合は別なんですけれども、とりあえず窓辺、お部屋の中の窓辺で、日当たりのいい場所っていうのは、こんな風に日光がしっかり当たってる場所です。お日様の光当たってますよね。カメラで撮ると白飛びするぐらい光が当たるような場所が、日当たりのいい場所です。なので、開墾植物とか多肉植物系、そういったものを置くんだったら、まあ、こういう場所がいいと思います。で、難しいのが半日陰ですね。なんだ半日陰っていう風に思った方結構いらっしゃらないですかね。で、半日陰っていうのはお見せするとこんな感じです。僕の中の感覚では、じりじり日光は当たらないけれども明るい場所です。例えばこの窓辺だったら、左の方は日光よく当たってますよね。ただ右側に行くに従って陰ってきます。ただ陰ってると言っても十分明るいです。こういう場所が半日陰。あとはレースのカーテン越しの明るさ、これはさっきのね、窓辺のちょっと暗くなってる場所よりは明るさ弱いんですけど、まあ、これも十分明るいかな。こういうのを半日陰っていう風に僕は考えてます。あとはお部屋の中自体ももちろん明るいんですけど、窓からの日光があまり当たりづらいよっていうところなんかは、こんな風にケージを作ってあげて、で、上から LED ライトを当ててやって育ててます。これも半日陰に近いようなものが作れます。まあ、見ていただくとね、なんとなくわかるかもしれないんですけど、林床にいるような植物をここには置いてます。要は自然界では上の方に草が生えていて、その草で日光が遮られて柔らかい光が当たるところとか、あとは岩場なんかにいて、午前中の早い時間帯の光はしっかり当たるんだけれども、昼ぐらいに従って徐々に陰ってきて明るい日陰になりますよっていうような場所に生えてる植物も、一応半日陰っていうような形にしてます。なので、例えば前に紹介したエケベリア、ね、養生中のエケベリアはあんまりじりじり日光に当てると発根する前に干からびちゃいますよっていうお話させていただいたんですけど、そういうこう置く場所はこういう半日陰のところに置いてますね。見ていただくとわかりますけど、他の鉢の陰になってます。だから、まあ、ところどころね、直接光は当たってるんですけど、じりじりとは当たってないです。ただ十分明るいよねっていう場所が、半日陰です。じゃあ、実際植物を買ってきましたよっていう風になった時、もし自分の家はこの辺の場所に置いたら植物育つなっていうのが分かってるんだったらいいんですけど、もし分からない時のお話をさせていただきます。多分迷うところっていうのは半日陰の植物だと思います。日当たりのいい場所に置いてくださいっていう植物だったら、悩まず日当たりのいい場所、
さっきお見せした日光がしっかり当たるような場所に置いてあげれば基本的には大丈夫です。ただ半日陰になると、例えばレースのカーテンよりも窓側に置いた時に葉っぱが焼けないのかとか、それともレースのカーテンの内側に置いた時、お部屋側に置いた時に徒長してこないのかとか、そういうの心配になりますよね。これ難しいところで、やっぱりお部屋の立地条件とか住んでる地域によって変わってきます。で、わからないうちは、基本的には弱い光から始めた方がいいと思います。例えば、半日陰って言ってもさっきいろいろ見せましたけど、レースのカーテン越しの光、あれが一番柔らかい光です。まあ、熱帯植物のケージだとかに関しては、あれは光がないからどうしようもなくて、LED ライトとかでね、調整してるんですけれども、そういうの関係なしで見ると、やっぱレースのカーテン越しの光っていうのが一番無難です。半日陰の植物を置くのであれば。ごめんなさいね、今これ曲げちゃってるんで、わかりづらいかもしれないんですけど、出てくる葉っぱがやたら細いなとか、あと、冬、寒い時期でもないのに、やたら葉っぱの展開が遅い場合。光足りなかったら葉っぱの展開遅くなりますのでね。葉っぱの展開が遅いなとか、あとは、この植物の節と節の間、葉っぱ出てるところにね、こう、ボコッと膨らんでるところとかあると思うんですけど、これの間が、お店で買った時よりも明らかに広がってる場合。根元の方に行くにつれて広がるっていう性質はもちろんあるんですけど、この葉っぱが展開している上の方、生い茂ってる部分で、やたらとこの節と節の間が開くっていうのは、それ光量不足になってる可能性ありますので、気をつけてください。ね、多肉植物とかも同じです。もちろん種類とかにもよりますけど、ハオルチアとかエケベリア、そういうのが葉っぱやたら細くなったり、ベローンって広がってきたり、あとは葉っぱと葉っぱの間っていうのはビタってこうやってくっつくんですよね。ほら、この根元のところでね、ぴったり葉っぱと葉っぱの間って収まるんですけど、この葉と葉の間が広がってきて 2,3 ミリ隙間空いてまた葉っぱ開いてみたいなね、そんな感じでずれてくると、それは光量不足になってる可能性高いので、もうちょっと明るくしてあげます。じゃあどこに置くかって言ったら、今度はレースのカーテンよりも窓側、さっきお見せしましたよね。まあこんな感じで窓の光がちょっとこうずれ込んで陰ってくる場所ありますよね。そういうところに置いてあげると、もうちょっと光量を増やせます。で、それでもまだ徒長するんだったら、意外とそこのお部屋はレースのカーテンとかそういうのの仕切りなしで、直接こうじりじりと光を当てても大丈夫なお部屋なのかもしれないです。あと一つ覚えておいていただきたいのは、午前中の早い時間帯の光っていうのは直接当たっててもあまり植物にダメージがないです。で、昼に近づいてきた光と、あと西日、そういう光っていうのは結構威力が強いので植物焼けちゃう場合があります。だからその光を外してやれば、半日陰って言われてるような植物でも窓辺に置いて大丈夫だったりします。こうやってやって調整してあげます。ただね、やっぱり植物育ててると葉っぱ焼けてきちゃう時あります。さっきは徐々に強めていくっていう話をさせていただいたんですけど、今度は徐々に暗くしていった方がいい場合です。例えば葉焼けしてる時っていうのはこんな感じ。なんか葉っぱ赤ちゃけてますよね。はーい。ね、これ葉っぱ焼けてる状態です。あとは植物の種類にもよるんですけど、緑色がかすれて白っぽくなってる時とか、プツプツプツーと色が抜けてかすれてるのは肌になんですけど、そうじゃなくても、なんとなく葉っぱの色が薄くなって白っぽくなってるような場合、それも、葉焼けですね。この辺はまた植物のね、種類によっても変わってくるので、もし心配だったら、なーしたんの今日甘えん坊だねあんたね。よいしょ。おいで。じゃあ、抱っこしてあげる。もし心配な時は、ネットで画像検索とかして、本来の葉っぱの色というか、健康的にしっかり育ってる個体の葉っぱの色チェックしてみてください。それよりも、あまりにも白いとか、あんまりにも赤ちゃけてるってなると、それは光量強いかもしれないです。で、あんまりにも強すぎると、葉っぱただれてきてしまって、で、相当なダメージになっちゃうので、そういうのは引っ込めてあげます。で、気をつけていただきたいのは、
日当たりのいい場所に置いても大丈夫ですよっていう植物であっても、お店で長く管理されている時に暗い場所に置いてあって日光への耐性が落ちてる場合があるんですよ。で、そういう子はやっぱり日当たりの強い場所に置いてしまうと葉焼けしやすいです、大丈夫な種類であっても。で、そういう時はまあ一旦半日陰って言われるような場所、ちょっと陰った場所に置いてあげるか、あとはもうちょっとねスパルタにやる方だったらそのまま置き続けて新しい葉っぱ出るまで待ったりとかもします。そう、要は新しい葉っぱっていうのは日当たりの強い場所に適応した葉っぱなので、それは焼けずに済みます。まあそんな感じでね、順化させてあげるっていう方もいます。まあその辺は人それぞれなんですけど、僕の場合は程度によるかなあんまりにも葉っぱ全部ダメになりそうな場合は半日陰に移すし、さっきのねこのゴムの木みたいに多少なんかちょっとちゃけてきたなっていうような場合だったらそのまま置き切っちゃって新しい葉っぱを展開させます。まあ、参考にしてみてください。で、光のお話をすると、何ルーメンとか何ルクスの明かりで何時間以上当てた方がいいっていうのも出てくると思うんですよ。で、それはもちろん正しいです。そういう基準があればどこの地域に行っても同じように植物育てられますので、あの光の面ではですけどね、条件っていうのはね均一化できるのですごくいいんですけど、なかなかその機材買うに至らないじゃないですか。ね、初心者の方が植物買ってきましたってなった時に照度計も一緒に買う方って少ないと思うんですよ。で、携帯とかにももちろんそういうアプリついてるんですけど、あれってスマホに映った画像に対して AI が判断してこのぐらいの明るさだろうっていうふうにやってるのであって、実際の照度計みたいに正確な明かりを測ってるわけじゃないんですよね。だからやっぱり正しいのをやろうと思ったらそれなりに投資が必要になるので、まあ、僕はこんな風に植物の様子だとかを見ながら置き場所っていうのを考えてあげるといいんじゃないかなと思います。で、置き場所を変えたりとかして調整しているけれども、やっぱり光量が足りないかなとか、そういう風に心配になってきた場合は LED ライトとかで補光してあげます。で、LED ライトの選び方なんですけど、うちはあくまでも補助の光なので、ホームセンターとかに売っている蛍光灯みたいな LED ライトバー、そういうのを使ってます。2000円ぐらいのやつ。植物ってあの大きく分けると赤い光と青い光を使って成長するんですよ。で、植物がその好きな波長っていうのがあるんですけど、その波長が出てないライトっていうのはあんまり効果がないんですよね。で、その辺で売られている、じゃあ LED の白色のライトバーにその光入ってるかっていうと、まあ、若干は入ってると思うんですけど、じゃあすごく入ってるかって言ったら少ないんですよ。だからあくまでもやっぱり窓から入ってくる光に対する補光程度、そういうイメージで僕は使ってます。だから本格的に植物もし育てたいなとかっていうのであれば、やっぱり育成灯って言われる植物が好む光がしっかり入ったライトは、買っといた方がいいかもしれないですね。今だったらお値段もだいぶ安いのも出てきてるみたいなので、まあ、どのぐらいの性能なのかは僕は使ってないのでわからないですけど、5000円切るようなものもあるらしいですよね。熱帯植物系のケージ、これも LED でやってはいるんですけど、できれば赤色とか青色の光が入ってるやつの方が、あの、生育はいいというか、あのギチッと詰まった形で育ちます。今ね、一応うちで入れてるのは熱帯魚用の LED も入れてます。これ赤とか青も入ってるんですよ、水草が育つように。だからまあ多少マシっちゃマシだと思いますけど、まあ贅沢を言えばその全部水草用とかのやつにしちゃうとか、あとは育成とちょっと離れた距離から当ててやるとか、そんな風にしてあげるともっとかっこよく育ったりはします。でもこれでも十分育ちますけどね。注意していただきたいのは、育成灯って言っても開根植物とか多肉植物とかでも育てられるような強さになってたりとかするので、あんまり近くでこういう臨床にいるような植物に当てちゃうとライトでも葉焼けしちゃったりとかする可能性ありますし、あとは熱帯魚用のねライトとかも、あれは水の中通したりとかするためのライトなので結構強かったりします。だから距離っていうのは結構大事になりますので、まあ、さっき言ったみたいに心配な方は
弱い光から始める、ちょっと離したところから始めて植物の様子見ながら、徐々にライトを下ろしていって、強めてあげるっていう風にしてやると無難じゃないかなと思います。あとはね、ちょっとした考え方なんですけど、光量って、要はさっき言ったみたいにこの強さの光で何時間当てなきゃいけないっていうのも、ね、考え方としてあるんですけど、それよりも弱い光であってももっと長時間当ててやれば帳尻が合うっていう考え方もできるんですよ。例えばコップ用意して、蛇口をちょろっとひねってポタポタポタって水をコップについでいって1日かけてコップ一杯にするのと、ザバーっと一気に蛇口ひねってコップ一杯にするのとでは、水溜まるのに時間はかかるかもしれないですけど、結局1日に溜まる水の量って同じですよね。だから弱い光であっても長時間当ててあげれば賄えたりとかもしますので、必ずしも光の強さと時間に縛られる必要っていうのはないです。コップ一杯の水が1日で溜まらなければ徒長してくるし、でコップから水が溢れ返ってしまったり、コップが勢い強すぎて例えば壊れてしまったとかね、そういう風になった時っていうのが葉焼けしたり植物が傷む時です。まあ数値にこだわらずに感覚的に植物を育てるのであれば、今お伝えしたコップの水の量、それが1日かけて1杯に収まるような感覚で植物を育ててあげるといいと思います。だから光がどうしても少ないなっていうんだったら長時間当たるように調整してあげるとかね、そんな感じでやってみるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで今日紹介させていただいたのは観葉植物の光の当て方ということで、僕の考え方を紹介させていただきました。この辺はやっぱり植物の個体差とか種類、あとはお部屋の立地条件とか住んでる地域によって変わるところです。この辺はやっぱり経験を積まなきゃいけない部分だとは思いますし、それが楽しさだったりうまくいった時の喜びだったりすると思いますので、参考にできそうな部分があれば参考にしてみてください。今後もいろいろな園芸の情報を発信していきますので、面白いな、役に立ったなという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで今日の動画は以上となります。皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。バイバイ。